移籍しててどうすか。プライドが捨てれてないというか、親がお金ないのもなんか分かってきてたんで、なんでお金俺を産んだのとか捕まったんですよ。親が責任を負ったりしたんですよね。200万も騙し取られたの。お前散々な人生あるんだぞ。いやだって俺どれだかあるって言ってたから俺出さないからなんかそれ謎のノートとかあるし。何これ、お金が減っていくこと顔が今時じゃないこととにかく女にイエスを言わせることが重要俺お前のこと怖くなってきて。いやいや、新チャンネルでーす。始めました。イエーイ。今日はあらかじめ注釈入れとくと、僕ちょっとダウンタイム中で顔のリフトアップ系の施術やったんで、あの顔が腫れてて、ちょっと今日はマスクでごめんなさいって感じなんですけど、今日のゲストは、あの満を持してちょう、いやいやいや、満を持してピピくんでーす。俺ちょっとあれ、俺ちょっとあれよ。いろいろ紹介があるよ。はい、そんな感じで、今日はベラノッテ、久しぶりのね、あの新年一発目、ベラノッテで撮影ということで、あのピピくん呼んで、あのピピくんの素晴らしいホストローについて語っていこうかなと思うんで、よろしくお願いします。あ、お願いします、お願いします。お願いします。じゃあ乾杯。はい、ありがとうございます。いただきます。差し飲みの撮影自体結構久しぶりだな。本当ですか。マジで話すことないな。適当なんだよ。じゃあピップ君、はい、軽く自己紹介を。あ、ザクラブで働いてます、一期カッコがあるんです。これで今は素晴らしいピッピっていう名前で、はいはい、やらせていただいてます、はい、年は22歳。はい、好きな言葉は、言いたいことは飲んでからですね。はい、あ、じゃあ飲んでから。いやいやいやそんなピッピ君、酔ってる今。まあでもそんな髪色似てない。いやそんな似てる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 。ピッピ君なんでホストやってるんですか。ちゃんとやる。あ、そうちゃんとやる。なんで生まれてきたんですか。生まれてきたよ、ちょっとね、あの星のもとに、ね、今日のために僕は生まれてきたんです。桜入るまでになってさ、なんか他のところでやったんでしょ。そうなんですよ、ずっとやってて、うん、どこでやったの。アクア。アクアで、そうなんですよ。どんぐらいやったの。アクアで18からなんで。え、19。じゃあ今34だから。違うな。あごひげのレベルだけだ。3年ぐらいですよ、大体。で、クビになって。クビじゃない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 です。嫌になってやめたの。いや、違う。実は。なんでザクラに入ってたんですか。なんか、その、辞める前に、アクアの年間が4月までなんですよ。うん、5月から4月までなんですよ、年間があって。うん、で、僕なんか本数、が結構調子良くて、上半期、うん、12月ぐらいの時点で、うん、44位でその1300人ぐらいいる中で、うん、アクア多いもんね。そうなんですよ、多くて、やめようかなってずっと思ってたんですけど、うん、そこまでその結果がついてきてたんで、うん、あ、やりきるとかちゃんと やりきらなきゃと思って、うん、で4月までちゃんとやって、うん、でその年間が終わって、うん、もうなんか本当にやりきったなっていうふうに思って、はい、でアクアをやめて、あー、一つの節目でやめ、年間ね。そうですね、年間が終わってやめて、でちょうどその時あのローランドさんが、うん、なんか新しいお店開きますみたいな言って、うん、じゃあ面接行こうかみたいな感じで、うん、でこうザクラブにな、まあ、入ったっていう感じですね。ザクラブというかシックに、うん、オーディションではないもんね。そうなんですよ。なかったよ。そうなんですよ。これちょっと言っていいですか、これ裏話ですけど、うん、なんか僕あれこれ結構恨みがあるんですよ、実は。あ、店舗運営スタッフ恨みというか僕がオーディションに応募したんです、うん、もちろん、うん、あの日に。そしたら、まあ、経験者ですかみたいな感じで聞かれて、うん、あ、もう経験者ですみたいな、でなんか実績書いてくださいみたいな、うん、言ってくださいって言われて、で実績を言ったんですよ、まあね、年間でその18でしたみたいな、その、うん、今のアベレージはこんぐらいですよみたいな書いて送ったら、君はちょっと2日前にちょっと来てほしいみたいな、面接っていうかそのオーディションの2日前に来ていただけるかなって言われて、うん、で俺その時嬉しくて、あれ俺シードなんじゃねえみたいな俺シードじゃんと思って、うん、やったぜと思って、まあでこう2日前に行ったんですよ、うん、そのシックに行かせていただいて、うん、でせいやさんとかシックの内勤さんとかと話して、まあ、多分合格だ
ったんですよ、告白で。最後黒崎さんと喋ったんですよ、うん、で黒崎さんと喋った時に、うん、君いいね、うん、力を持ってるよ、絶対働いた方がいいよ、あ、言いそう俺絶対お前売れさせる自信あるわみたいな言ってくれて、あ、この人すごい熱い人だなと思って、で、もともと入りたかったグループでもあったんで、うん、じゃあはい、まあそうっすねって言って、まあほぼ即決みたいな感じで、まあほぼ入ったんですよ、はい。で、ちょっと蓋を開けてみたら、次の2日後のオーディションの方がなんかちょっと目立ってるんですよ、ね、なんかちょっと目立ってて、あれ俺間違えたかなってガチで思って、あれ俺2日前に呼ばれて、俺シードだと舞い上がってたけど、うん、蓋開けてみたら、蓋開けてみたらなんか効果からの最強のホストアンくんですみたいなとか、東京の湿度がとか、なんかさあれみたいな、全然違うと、そう違うかったんですよね。まあだから、なんでなんだろうね、最初が嫌われて、いや、うまくまとめられないですけど、オーディションにはちょっと苦い思い出があるんですね。オーディションにはすごく苦い思い出があるんです。じゃあでもオーディションには取られず、まあ、普通に入ってった感じになって、そうそう、まあ、シックちょっといたもんね。1ヶ月もね、3週間ぐらいいましたね。でシックちょっといて、エイトと喧嘩してでシッククビになって違う喧嘩したんですよ、喧嘩した。今でももう仲直りしてるもんね。なんかそうです、エイトさんとも、ね、もちろん仲直りしてます。最初なんかバチったけどねえ、これバトルの日知ってます、なんか。え、バトル、あ、ザバトル、そう、バトルの時に、うん、あの椿さんオールコールしてたじゃないですか、うん、で、オールコールしてる時に、うん、なんか横にいて、タラエイツさんが、で、俺がこうシャンコしてるじゃないですか、で、俺結構後ろの方にいたんですよ、うん、そのトイレ行ったりしてて、うん、で、こう後ろでやってたら、横にいるの知らなくて、あの足をぶっこって感じちゃったんですよで、俺なんか、あ、すいませんみたいな感じで軽く言ったら、うん、おーいみたいななんでと思ったら、またエイツさんで、やべえ、やばいやつなんだと思ってで、なんか、またお前かみたいな、クロー頑張ってんだから前行けよみたいな、行けよ早くみたいな、俺お腹もたれて、おー、すみませんみたいな。まあじゃあ、もともとアクアでやってる経験もありつつ、節目で、クラブに入ってきて、まあシックからはね、すぐクラブ行ったもんね。そうっすね、そのまますぐクラブ。オーディション組とクラブでさ、一緒にスタートしてさ、はいはい、あれ同期って感じじゃん。どうなんですか、なんかちょっとやっぱあのみんな研修で早く来てたじゃん、正代、サキ、うん、ランとかの寮とかに入った、ね、うん、ローランドショーで映ってる子たちは、うん、その時俺シックでバリバリ紹介とかもついてたんで、うん、多分先輩だと思われてたんですよ。あ、なるほどね。でそのまま一緒に来て、僕あの、まあ、これ名前言うのもあれだけど、あのハーデス君とは結構仲良かった。あ、ハーデスね。一緒にクラブ行くよねみたいな、うん、シックからオーディションに負けないように頑張ろうねみたいな感じで行ったんで、うん、ちょっと先輩っぽく見られてたのかな、うん、見られてました、見られてた、過去形見られてたし、たまに敬語使われます。ルイとかにまだ敬語使われるんですよ、ケンシンとかもまだなんだかんだで抜けてないというか、あ、人なしいやいや、なんかちょっと聞こえたな。そもそもなんかそのホストはなんで始めたの、アクアが最初。そうですね、ホストなんですか、僕片親なんですよ。片親、お父さん、うん、が一人で育ててくれてて、うん、で、外人なんですよ、お父さん。どこどのハーフ。いや、あのブラジルと。ブラジル。いや、ブラジル。そうっすね、ハーフ。ブラジルなんだ。ブラジルなんです。確かに。確かになんです。ブラジル人に見てきた。いや、あ、ちょっとブラジル人ではないです。半分。まあでもそう、片親で違う国で、うん、言葉も全然違うんだ。なんか僕を育ててくれたっていうのはなんか。お母さんがブラジルの人で。あ、お父さんがブラジル。お父さんがブラジルで。お母さんは日本の人なんですけど。え、その何、お母さんが最初ブラジルで育ったこと。いや、なんかお父さんが18の時にブラジルから日本に来たんですよ。日本に来て、で、日本のお母さんと会って、うん、で、まあ、結婚して、うん、僕生まれて、うん、すぐにお母さんとは別居になって、うんうんうん、ありがとうございます。で、僕はそのお父さん側についてい、うん、行ったんですよ。その時ちっちゃくてあんま覚えてないんですけど、うん、そうなんていうか、ブラジルのパパが日本で言葉も通じないのに、うん、保育園とか、まあ、小学校とかお弁当とか作るじゃないですか。あ、お父さんの方に最初なんか育ってもらった。
そうですね、ずっとお父さん育ちなんです。へぇ、小、中、てか幼稚園から、幼稚園、保育園。お母さんどっか行っちゃったの？そうですね、お母さんまだ会うんですけどね、たまに。離婚したと。離婚、そう、離婚して、お母さんはたまに会います。その月に1回ぐらい会う。今でも？今ではまあ1年に1回ぐらいです。おー、そっか、それで言葉がね、通じないとか、日本のとこで。そうですね、なんか小学校6年生ぐらいになると、うん、僕の方が喋れるんですよ、日本語。ああ、もう子供って休止早いもんね。そうなんですよ。で、もうちょっと喧嘩とかもしたし、なんでお前俺を産んだのとか。あ、親と。そうっすね、お前とか普通に親に対して言っちゃったし、うんうん、なんかコンプレックスすごいあって、頭結構クルクルなんですよ、実は。ああ、なんかそうそうそう、写真、オスオスの写真、小学6年生の時。え、宿毛してるの？そうそう、今もしてしたばっかでこんな感じなんですけど、ストレートになってるんですけど、でも本当にそのそれがすごいコンプレックスで、くせ毛とか、毛が濃いとか、ちょっと人と違う、感性も違うし、成長も早かったんで、小6で俺170あったんで。え、やばくないですか？でかっ。変わんないんですよ、俺身長。ボボボボつって。だから修学旅行で俺反ってました。嫌で。いじられるから。そうです。こことかも生えてきちゃった。足とかも生えてて。だから逆になんか、もうそれが本当嫌で、それで喧嘩するみたいな。謎じゃないですか。毛が濃くて。いや、毛が濃くてもそうですけど。毛が濃くて。確かにそれ、そういうのもある。喧嘩の理由くそ。毛とか、あとなんかその、なんだろう。コンプレックスが引っかかって、みたいな。うん、で、どこかで、なんか全部その親のせいにするみたいな。外人だからじゃん。外人だから。自分が一番嫌いになってたというか。で、まあ、ホスト始めた理由なのに、勝手にこんな小学校の時の話になっちゃったんですけど。いやいや、いいんじゃない、幼少期から、ね、の方がもっと深く知れるじゃん。で、中学校はグレましたね、ガチで。うん、ヤンキーみたいな。もうそうですね、もう絵に描いたような兄弟もヤンキーって言ってるけど、あれとはまた違うんですよね、東京のヤンキーっていうのは。なんかまた、あ、そう、東京か。そうなんですよ、東京、あ、東京なんですよ、出身が。なんかそこのヤンキーって陰湿なんですよ、全部。具体的にどんな。例えばボールペンとかを、なんか壊しちゃったみたいな、したら、普通1000円ぐらいで買えるなんかやつを、なんか5万とか10万とか、なんか言われたの。言われ、あ、まあ言ってたというか、言ってた、まあ、言ってたし、なんか言われたこともあるしみたいな。で、上とか出してきて、それで先輩とか出してきて、お前払わないなんなのみたいな。まあボールペンじゃないですか、バイク。いじめじゃん。いや、陰湿なんですよ、陰湿。だからインスで5万とか10万とか言われて、俺らもその言葉で戦うみたいな、なんでこれでこれだけかかるんですかみたいな、なんていうの、ほんと闇金みたいな、インテリヤクザだ。そう、インテリヤクザみたいな感じだったんですよ、本当に。ずっともそういうのばっかりだったんです、中学校で。中学で、ヤンキーとは違うかもね。そう、中学で、でも大体100万ぐらい稼いだんですよ、中学校で。なんで。まあこれもう使うか使わないかも置いといて、まあ時効の話なんですけど、練馬のルパンとかがいたんです。たぶん、そう、そう、練馬のルパン。練馬のルパンって何っていうやつがいたんです。なんか自称みたいな。練馬のルパン、ダサ。名前だ。が、なんか、1割ぐらいでなんか売るよみたいな。入手経路不明の。そうなんですよ、入手経路不明の。なんかやつを安く売ると。そうなんですよ。で、それをまあ、1割ぐらい買って、普通の額で、普通ちょっと安いぐらいで。その時まだメルカリとかなかったんで、その個人的にその周りの、あ、自分のね、自分の中で知り合いとかで、知り合いとかに回す、回すというか、まあ売ったりして、で、なんだかんだでなんか止まってて100万。すごくない？だから転売みたいなもんだ。そう、転売屋みたいな。あ、転売もよくやってましたね、そのお金を使って転売とか、そうしてて、で、俺ってなんか捕まったんですよ。捕まった？それで捕まったの？捕まったっていうか、なんかその生活指導みたいな、はい。今じゃあ彼出所中？いや、違う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 。で、これ1回目です。1回目です。1回目で捕まり？そうなんです。捕まって、捕まってっていうか、まあ、多分、歴的にはないんですけど、捕まった歴は。うん、でも、まだ若いから、ギリギリ免れる年だったんで、うん、親が責任を負ったりしたんですよね、その親が。ああ、なるほどね。だから、まあその時の迷惑かけたし、その分の弁済とかも親がしてて、中学生の時も、親にすごい、そう、自分のやってしまったことで、うん、お金の面もそうだし、うん、手間も時間も取らせちゃってて、うん、っていうのが中学の時にもあって、で、高校になって一人暮らししたんですよ、高校で。お金あったっていうのもあって。すごい早っ。なんか親が中学の途中で再婚したんですよ、で、中3までは再婚した女性とお父さんと僕で住んでたんですけど、
その再婚した女性と、うん、そのお父さんの間で、うん、子供ができた、うん、授かった、僕で言うと妹になるんですけど、うん、まあ、片方がつながった妹ができたってなって、どうするみたいな、うん、その4人で住むか、うん、1人で住むか決めていいよって言われて、うん、いやいや高校生じゃないですかこれ、うん、1人で住むに決まってるじゃないですか。あ、まあイケイケだもんね。もうイケイケでもう無理無理って一人で住んで、うん、まあ、こっちには妹になったんですよ、うん、妹が生まれてこう3人で大きい県の方に茨城に今住んでるんですけど、うん、僕あの杉並のところで一人でポツンと住んで、うん、なんかその、まあ、高校に通ってみたいな、うん、高校にはバレないように一人暮らしてバレないように、うん、やっぱ高校であのバイク免許取れるんですよ、うん、で合宿で取りに行って、16歳の12月ぐらいに持ってて、うん、早そうでバイクも買ってあって買ってあったの。そう、先に買ってあってバイクを自分で買ったの。自分で買ったの。お金が。ああ、そっか。でも高校生の時はもうちゃんとバイトしました。誰も人が来ないスーパーとか。ああ、なんかバス停のスーパー。スーパー屋台もやりましたね、正月屋台。あの、あー、敵屋みたいな。そう、敵屋。そういうのめっちゃやって、はいはいはい、なんか結構自立した生活をしてて、まあ、家賃は親が払ってくれてたんですけど高校生の間で、まあ、高校生やっぱりバイク持つと行動範囲が広がるんですよ、めっちゃ、うん、東京都内どこでも行けちゃって、うん、でまたちょっと不良行為を起こすんですよ、うん、もう賊みたいな。そうですね、賊もあって、うん、その時は悪いと思ってなかったんですけど、いろんなところに顔出してフレンタイナってくれたみたいないろんなところに顔出して でも全部と俺多分仲良かった自信があるんですよ、その全部とうまい距離取れてたなって、はいはいはい、でこことここがぶつかるときに俺じゃ真ん中にいるんですよ。確かにどっちも仲いいと思う。そうですね、どっちにつくの。スイスや、スイス。いやいや、誰があの中立国の時、あの中立国、中立国。そうなんですよ、で、そうなっちゃって、なんかその、でも中立してるだけでは、なんかその、うん、プライドねえのかよみたいな、そのなんか煽られて、うん、片方について、まあ片方、そう、まあ、始末。あ、始末じゃない。そ始末したの。いや、殺しや。いやいや、静かにしてもらって、静かにしてもらって、で、あの、落ち着くみたいな、平穏を保つみたいなのをしてて、してて、その、なんか、それまた、おまわりさんに厄介になることを、また起こしちゃって、その流れで。うん、で、またここで親が。何したの？喧嘩で、僕らが一回やられてて、うん、それの仕返しで結構やったんですけど、ちょっとそれがやりすぎたって、結構やりすぎちゃってて、うん、なんかその時は、もう頭に血が上ったら、やっちゃうみたいなタイプだった。その時は結構ガッツリ殴る蹴るの喧嘩して、そうですね、で捕まったので2回目、それが2回目か。それ2回目ですね。で、2回目で、まあ、流れでなんとか院に行って、少年的な。まあまあ、そんな感じで。まあでもそんな長くなかったんですけど、結局半年くらいだったんです。半年長いけど。確かに 10代の半年長いよ。10代の半年。で、その時も彼女とかもいて。うん、え？そうです。なんだ？いや、やみましたね。いやいや、中で大闇っすよ。童貞かと思う。やばい彼女もね、会えなくて。そうなんですよ。うん、彼女は出たら、はい、実は浮気して、みたいな闇話もあるんですけど、つらだからね、お手紙書いてたの。まあ、半年会えなかったらね、そうなんですよ、ね、そうなるかもな。少年院ってつらいの、やっぱつらいっすよ、マジで。やることないっすよ。何がつらいの。やることないのがつらい。やることないのがつらいわけじゃなくて、なんか俺なんでここにいんだろうみたいな、バカじゃない、本当に時間の無駄だみたいな。そうですね、あと親だけ面会できるんですよ、うん、で、その面会するときに、面会するときもあれっすよ、なんていうか透明のアクリル板に丸い、うんうん、本当にあるんですよ。あのドラマとかでよく見る。そう、本当あって、まあ、電話とかはないんですけど、普通にそれで喋るんですけど、うん、その時のなんかさ、親の、で、その時お父さんと、その再婚したお母さんじゃなくて、普通本当のお母さんが2人とも一緒に来てて、うん、あ、へえ。で、その離婚してるはずなのに一緒に来るみたいな、すごいなんか切ない思い。じゃあそっか、一気を間に入れて、まあ、2人で来て、でもそこも久しぶりに会ったと思うし。そうだろうね。切ないっていうか、なんかもう何やってんだろうみたいな、自分がね、もう迷惑しかかけてない、何やってんだ、本当にバカじゃんみたいな感じですごい思って、病んだ夜が結構続いてて、その時も病んだし、多分半分病気、うつ病レベルだったんで、その時がもうすごい心の中で残ってて、で、18の誕生日の中で、で、18のちょっとしてから出て、その時もめっちゃ服とか、なんか本とか差し入れしてくれてたんですよ。へー、優しい。
その本とか本読めないのね。いや読めない趣味読書なんて俺あでもなんか YouTube で見たらちょっと本当ですか。アドニャンとの会あそれで本が好きになったの。そう本面白いなみたいな。へでなんかその本好きになったんですよ。でなんか確かに刑事潤か何か何が好き。体験ゾロリとか。いや今俺今いいこと言ってる刑事潤って何それ解決ゾロリとか小学校2年生までの刑事潤とかなんかその東野敬語とか読んでた時に、そのミステリー系読んだ。結構ちょっと深い。ヒューマンドラマみたいな。いや、あ、実は中は、まあ、結構中の話なんですけど、中の話は結構長い話を読みたいんですよ。ああ。わかんない話、うん。楽しみがないんで。なるほどね。もうなんか、なんだろうなんだろうみたいな。はいはいはい、はい。早く読みたい早く読みたいが、うん、次の日の楽しみになるみたいな。うん、なるほどね。みたいなで読んでたんですけどね、その中なんかの本でホストが出てきたんですよ。うん、ホストの何々は。なんか女の子にこう言ったみたいな、うん、だホストってその時はまだ軽いぐらいの印象だったんですけど、うん、そのイメージが昔の社長みたいな、うん、あーローランドさんの昔のあのいわゆる筋盛りみたいな、うん、そう本当にもうそのイメージで、でも俺結構髪の毛やっぱそのアフロだったこともあって、ああいうストレートな束感に憧れてたところもあるんですよ。え、その時まだアフロなの。あでも中はあの髪切れないんで、あと坊主なんで、うん、あアフロっすね、なんかアフロもどきみたいな、マリモみたいな、まあ、ほんとそうそう、マリモみたいな。マリモ悪くない、マリモ悪いっすね。その院出て、そう、で、そのままホスト、友達がなんかそのホストとか紹介する仕事をしてて、スカウトみたいな、スカウトみたいなのをしてて、やってみるみたいな、やってみたいなみたいな、まあ、興味あるから行ってみたい。そうか、まあ、院出ても18ぐらいになってたんだ。そうなんです。で、高卒を取ったんですよ、中で取ってて、資格みたいな。で、高卒の試験はクリアしてて、うん、で、18歳になってるから、うん、もういけるよみたいな、うん、あ、なるほどね、まあ、高卒、まあギリギリだったんですけど、高校卒業はしてなかったですね、うん、今言っちゃいますけど、うん、高校卒業まであとちょっと、でもまあ高卒の認定は取ってるから、うん、まあ3月を超えれば高校生じゃなくなるみたいな、うんみたいな感じで、まあ、ちょっと今だからね、これもう何十年も前なの、何十年も前で、何年も前の話。やっぱ34だろ、お前。ちょっと何年も前なんで、その時はまだ緩かったんです、歌舞伎町。うん。だから18歳でも働けて、うん、そのちっちゃいお店でお掃除でもいいって、2、3ヶ月、うん、ヘルプだけつくっていう仕事を、アルバイトで。うん。してたんすね、その時は。その時はなんかその時給もらえればいいや、ぐらい。とりあえず仕事しなきゃ、親の。ためにもその事件のためにも、うん、高校生が終わる頃に栄養を受けたんですよね。栄養入試みたいな。栄養入試みたいな。急にホスト出てきて、なんか俺大学行こうと思った。なんか俺やっぱまだ青春したいわと思って、高校潰れてるんですよ、大学しちゃってるから。ああ、そうかそうか。青春なかったなと思って。青春に憧れ、彼女には、浮気されて、浮気され散々だな。友達はいなくなり、関わっちゃいけないんですよ、うん、そういうメンツと。やっぱそうなんだ、もう再犯しないように。再犯しない、遵守事項。俺結構守ろうと思ってたんで、ちゃんとやりたくて、うん、それと関わらない、うん、何残ってんだろうみたいな。お金もないし、空っぽだ。そうなんです、空っぽ、本当空っぽのどん底に落ちて、うん、あ、もうちゃんとこれはもうなんか青春するなら、うん、大学行くしかないと思って。なるほど、失われた青春を。失われた青春を取りに行ったんですよね、うん、その青春で受かって、まあ、ちょっと専門チームか経営系の学校行ったんですけど、うん、楽しかったですね、一年生は。あ、楽しかった、楽しかったです。ガチで感動でした、マジで感動っすね。もちろん彼女もできてよかったよかった。でホスト3ヶ月もう辞めました、そのホスト。あ、最初やったのホスト辞めて、大学楽しすぎて、大学楽しすぎて大学生の金ない感じが好き。あ、まあまあいいよな、青春だこれはみたいな、うん、で、楽しんでる中、夏休みになって、うん、で、ずっと昔からプールのバイトしてたんですよ。プール？あ、そう、プールやってたの、夏だけ。ああ。監視員とか、はいはい、いろいろ回るんですけど、監視員とか、その、焼きそば屋台とか、まあ、そういうの、いろんなのがあって、豊島園っていう、もう潰れちゃった、懐かしい、練馬区の、懐かしいね。プールで働いてて、うん、で、それやってる時に、また、その、働いて、レジやるんですよ、レジとかやってて、そのレジやってた時に、お兄ちゃんかっこいいね、みたいな、ホストやんない、みたいな。そんな感じで来る、年前とかで来るんだ。いや、来るんですよ。へぇー、スカウトってどこにでもいるんだ。あ、でも多分ホストの団体ですね、10人ぐらいのホストが。ホストの団体の方で、で、もう一度ちょっと、あれ、ホストってやってみたいな、すごいな、面白
やってみたいな。女の子は好きだし、大学生だからやっぱ、うん、なるほどね。じゃあ斎藤ホスホスから見て最初そういう求人応募したことか。そうですね。アクアの3年間はどうなったの？アクアの3年間は深かったですね。未成年から成人になっていく流れ。いい成績残しちゃった。でもこのお店で言ったら全然ですね。全然なんですけど。でも指名は良かったんでしょ？指名も良かったですね。指名本数は結構あって主任まで行ってたんですよ実は。結構上の立場にいて結構人を教えることばっかり最後はしてました。教えたんだ。いやそうです。なんだか結構面倒見って言われる、ね。まあ、出たかな。喋ったらちゃんと喋れるもんね。いやだ、本読めるってなんか一個基準かもしんないわ。本読めることでちゃんと言葉知ってるからな。お前解決ゾロリでしょ。え、ちなみに僕解決ゾロリ。え、僕最近エルマ違う違う。僕昔から結構ハマってることあって。今も読むの？読みます。え、マジで読みます。それすごいな。今日持ってきてないですけど。ガチで最近めっちゃ国語のドリルやるんですよ。国語のドリル？え、ちょっと見せます。国語のドリル？ガチっすよ。見せます。なんで？俺持ってるっす。まだブラジルの人食べてんの？違う。ガチっす。これカバンなんですけど。どういうこと？国語のドリルやる？このカバンなんですけど。うん、これあれですから、撮影今日決まっただけですから。ガチたまってましたから、本当に持ってるとしていつも。これ。本当に持ってる。いや、これなんか。何？これ面白いっすよ。ちょっと見てください。このガチじゃないですか。解決ゾロリなんかも言わせないですよ。あ、じゃあ G やったらもうあれじゃないですか。 G やたくさんある。そうそう、これでやるんですよ。これだけ一遍締めてそれを家族ごとに分け合う。一遍違う集めてか。殺し屋の解答。違う。いっぱいあるんですよ、これ。なんかこれまとめてっすわ。なんでこんなやってんの？え、なんかなんかいろんな文章を読みたくて。話の展開をつかむ。あ、そう。結構あれ、本当に苦労した方なんで、新人の頃に、うん、で。その時に言われた先輩の言葉が、お前なんかそこ、グーからやり直せって結構昔から言われた言葉ですごい、ずっと残ってるんですよ、これ、うん。だからまあ、語能力俺ないなっていうのは分かってるんで、考える力をつけるみたいな。俺も、こんなの見て。メンヘラだって。いや長文のライン。長文のライン。どこが一番重要なのか聞いてる。え、長文、これ長文のラインだって。長文して。どこが一番この人は言いたいんだよみたいな。私はこう思ってる。しかし。しかし大事で、しかしの後大事だから。しかしの後。テストでやったわ。しかしの後は気持ちが来るから。それでもうこれをラインに置き換えて、あ、女の子の気持ちをこうやって組んでるんだ。組む練習というか。かまなんか1日3ページぐらいはやるようにしてます、ね。で、筆者の気持ちイコールその女の子の気持ちね。そう、みたいな感じですか。いや、あの、もう流れ作業になっちゃうじゃないですか、ホストって。どうしても。ヘルプ得意になってくると、うん、僕はあの、スルーになる癖があるんで、考える時間だけは絶対作ろうみたいな。大事だと思う。こんなんやってるの初めて見たわ。すごい。確か大人って、なんか、年齢重ねればそれほどどんどんバカになってるからね。そう。勉強しないとバカになるから、ね。謎のノートとかあるっすね。謎に。何？エンジェルノート？エンジェルノートじゃないっす。え、これ結構臭いっすよ、これ。じゃあエンジェルノートどう？いや、これ結構臭いこといっぱい書いてあるっすよ。何これ、デスノートやん。違う。これ学校くらいですかね、黒の。学校くらいデスノート持ってる。いや違う、これあの結構ね、深いこと書いてある。深いことじゃなくて、そのホストになった時の、あ、これあんまないです。逆っす。可愛くなって。あ、違う。あ、違う。こっちから。なんか例えば、本のその感想じゃないけど、その引っかかったとこだけ書くみたいな。これ恥ずかしい。今日の不安に思ってること。がどこかへ行く。名前やないかい。客が減ったこと。捕まったこと。それもいいやないかい。重すぎ。もう切れてるからいいけど。待って、1個目は切れてる。もう3つ目の重さ。捕まったことは思う。僕の昔のやつ。お店で立場ができてしまったこと。いや、結構真面目ですからね。あの、ふざけてる。めちゃ、本当に書いてあるの。お店立場ができてしまったからってできたから俺嫌だった。じゃあもっと違うメージか。違うメージ。お金が減っていくこと。
ガチじゃないですか。これ俺自分で汗かいてた。顔が今時じゃないこと。いやいや、思うんですよ。そんな次のページ。これ面白すぎる。あ、ちょっとすげえな。今日一面白い。やばい、やばい、なんでね、金髪のことがちゃった。この書いた時は金髪だった。不安に思った。じゃあ染めろよ。これいつの金髪のこと、いつに書いてないですか。シュプリーム買うか迷ってる。いやこれ重要じゃないわ。これ消去だ、消去。シュプリーム買うか迷ってる。去年の9月の、今日2年前の俺はこれに迷ってた。不安に思ってた。不安に思うことにシュプリームが入ってたんですよ。すごいね。で、これ今でもつけてんの？そう、日記じゃないんですけど、なんか本読んだやつ。もうメモみたいなもんだ、自分の。とにかく女にイエスを言わせることが重要。いや、これだってさ、イケスかない男たちに女は持ってかれる。どういう、そうじゃないですか。いけすかない男。これ何かの本っすよ、俺。違う、何かの本っす。何かの本でこれ書いてある。これからちょっと用事があって20分しかないんだけど、5時から仕事でもう行かないと。何っていうふうに言えばいいよみたいな。いいよって俺お前のこと怖くなってきた。いや、結構あれ戦略笑うんですよ。めちゃめちゃ面白い。あ、初回でこうじゃないですか。初回初めまして、何かを褒める、肌をディスる、その肌 CG。 いや、だからそれを言えるように持ってます。俺は初回のなんか初回のテンプレートじゃないけど、一応形を作っといて、あと合わせるだけみたいな。まあ、もちろんあとは経験がね、物言うと思うんですけど、先輩に言われたことだったりとか。そうですね。でも結構自分で考えること多いです。自分でノート書けばなんかどうにか収まるとき多いですね。ちゃんと書き出せばなんか目で見る。まあ、でも言語化するの大事だもんね。こういうの書いてるんだ。なんか未来の自分のなんか目標ってなんか、ね、なんかリストみたいな。あのメモの魔力って本当わかります？わかる。のあの答える。総料部の社長の人のやつ。あ、そうです。前田さんだっけ？そうそう。それの後ろに書いてあるあの自分にとって何が今の。そういうの読むんだ。読みます。ああいうなんか硬い自己啓発系というか。いや、やってないやつみたいな。ちゃんとやってんじゃないわ。いや、俺やってないやつみたいなってです。いや、そう、それがほとんどだと思うよ。あ、そうなんですか。ちゃんとやってんじゃない。俺もなんか夢を叶えるぞっていうさ、あ、本読んで速攻靴洗ったもん。なんか靴洗うって書いてある。靴洗うんじゃない。めっちゃ靴洗って、ありがとうありがとう。でも、ね、なんか本読んだ後の次の日の初回はなんかやっぱ気持ちが乗ってるから。いや、でもすごいね。難しい、マジ。優雅に株の取引。将来ね、優雅にいられる。何優雅にいるの。優雅にがいるの大事です。優雅株の取引。顔めっちゃ整ってる。何歳？18歳。これ俺使えないじゃん、初回で。48ヶ月だよ。いや、18歳、ただ22歳なんですけど、22歳って言うと若って言われるのが嫌なんですよ。うん、だからこれユーモアで返せたら、なんかうまい感じでごまかせるかなと思って、そうだから。いや、でも、大事だ、これ。正直だってさ、あの社長もローランドさんもさ、こういうのやってるじゃん。あの人さ、結構話す会話の内容さ、テンプレじゃない。確かに、店で言うと分かるじゃん、ヘルプでさ、なんか返す内容さ、結構テンプレあるじゃん。あ、ことだ。絶対若いでしょ、80歳くらい。いや、これ続きがあるから。続き、なんでよ、ごめん、落ち着いてて緊張してるから ATM から年金取るおばあちゃんかと思って。っていうのもあるよみたいな、こう頭なんかぶち込んどけば、いじってもこう笑いで返すみたいな。あ、いじれるぐらいの仲なんだこの人はみたいな、あるじゃないですか。なるほどね。また出てるよ、顔かわいいな、その顔 CG。 お前これめっちゃ好きや。これあれさっきのメモでもどっかあってる。これメモはあの参考にして書いてるんです。なんでホストになったの。結構聞かれるんですよ、なんでホストになったの。初回で初回結構聞かれるんですよ。え、マジ。親外人で男で一つで育って、あ、これ本当だね。さっき言った。育ててくれたから恩返しで、ブラジル人で全然わからない日本で、そうですね、人生でお金に困ったことある。給食を他のクラスに行って弁当にして持って帰って。ガチですよ。お金なさすぎて、お金っていうかもさ、親がお金ないのもなんか分かってきてたんで。昔彼女に200万くらい取られて自分の家で浮気された。
だからそれがあの出てきた時にそのなんか取られて浮気されてるお前散々な人生あるんだぞ。いやだからそうなんですよ。だからさ、でも俺どれだかあるって言ってないからだから俺出さないからなんかそれでもノート持ってんの奇跡っすね。俺これそうそう持ち歩かないんで。それを見返したいしお金で苦労したくないと。そうそう。200万も騙し取られたの。まあ、まあ、総額でみたいな感じです、ね。100ぐらいはでも本当現金で持って帰りました。貸してよみたいな感じ。貸してって言われて、貸してってなんか一緒に住むためにあ費用で。二人でみたいな。渡してて、俺はその我もしちゃって。で捕まってる間に他の男とことピンピンチで浮気されて。金も返ってこず鍵もない最悪や最悪な女やな。そうおいこんなんなんか今言った方がいいんじゃないですか。見てるかもしれない。そうおいお前見てたらなうぜえけどまあそうやお前めっちゃうぜえけどまあでもまあ俺も悪いことしたからおわいこ幸せになってくださいうぜえ面白いでもすごいわこういうのをつけてるってだけででもすごいと思う。危険だからこの歌見たい。ぜひ桜。いや、今日一番面白かったんだけど。スプリーム買うか迷ってる。いや、迷ってたんですよ、あの時は。多分お金の問題ですね。減ってくお金に対して、スプリームを買う。そうそう、買わないか。いや、買うなよ。お金減るじゃん。不安に思ってたら、スプリーム買うなよ。でも、本当になんかその、なんか俺、ただのチャランポラに思われてたなんで。まあでも持っててもマジ奇跡さ。いやでもすごいね。そうそう持ってて、うん、めっちゃ面白いんだけどだからそのなんかホストになんかその前は気に詰めてないんですけどそのなんかちょっと目立っちゃってなんかそのすごいみたいな感じではないっすね僕は。なるほどね。僕あの、うん、ちゃんと苦労したしちゃんと死ぬ思いをしたからこそ、うん、考えることのなんか意味も、うん、苦労も知ってるかなって僕は本気で思ったんですよ。なるほどね。え今さその親御さんも知ってんの？ホストやってます。ホストやってて。お父さんは分かってないかな。ホストっていう仕事自体は、まあ、キャバクラの男版みたいな、そうやっぱ外国人あ文化がない。あんまり分かってなくて、なんかまあ楽しんだらいいんじゃない？まあ、親は？あでもあんまあのあってたまにあってるの。あでもお母さんはお酒飲みすぎないよね。すげえなんかフラットな感じだね。肝臓はそうなんだ。え、そのさ、なんだっけ、妹だっけ？あ、そうです。がいるんでしょ？そうです。あと上も二人います。上も二人いる？そうです。上？お母さん、自分の本当のお母さんで、つながってるお兄ちゃん、お姉ちゃん。僕、末っ子で生まれてたんですけど、うん。で、僕がちっちゃい頃にこう離婚してて、うん、でもこの二人はお父さん違うんですよ。めっちゃ複雑なんだ。そうなんですよ。家庭環境複雑。お兄ちゃん、お姉ちゃんは違う日本人の二人もいて、うんうんで、お母さんだけこうブラジル人のお父さんと出会って、うんうん、僕が生まれて、で、お母さんが複雑でよくわかんねえわそうなんですよ。妹とお兄ちゃん、お姉ちゃんはもう無関係の人です。絡みあんのはその妹ぐらい。妹ぐらいですね。あ、お兄ちゃん、お姉ちゃんはでもたまにたまにホストやってんのよ。めっちゃあるみたいなめっちゃやるよ。妹も知ってんでしょ。妹でも小学あ、まだちっちゃいんだよ。わかんないか。でもその子には僕と同じ思いをしてほしくないですね。これ結構価値の話で、まあ、それもあるし、そのポストやってる理由と頑張る理由にもなんか僕はあの結構お金で苦労したんで、本当にあの小学校の時からまあね、給食取ってきて他のクラスから給食取ってきて弁当にするけどいやいや、本当ですね。でこれで夜ご飯をしのぐみたいな。あで、あの友達から30円とかもらって、うん、100円くれないんですよ、友達高いから。でも30円ならくれるんですよ。それを300人とかから集めてすごいお金にしたりとかある意味で商売上手だったね。転売とかで100万儲けてたけど、ね、商売のあれはあんじゃない。そう、小学校の時からそういうのやってて、まあ、PTA で問題になってましたらしいんですけど、まあ、でもお金ないなりに自分で考えて工夫してたんだね。そうだからこそやっぱ妹は同じような思いはさせたくないなって。誕生日忘れられたことあるんですか？いや僕ないですか？家族にまず、まあ、お父さんが2人だったんで、うん、お父さん夜勤で仕事行ってて、うん、俺飲んだら、食べ物ないもん冷蔵庫開けたらなんかマーガリンとかクソなんか賞味期限切れたなんかジャムみたいな外国の家だな外国なんもねえか猫と2人で、うん、今だね、誕生日なんだけどすごいね、なんかドラマとかになりそうな書けばこのそのマーコンに
急に小説書き始めて猫と俺です誕生日なのに誰もいないそれまずあんま気にしないですけど、なんかもう今も全く気になるのがちょっと、はい、移籍してきてどうすか。移籍してきたんですか。桜入って今もう 半年経つけど、むずいっすね。売り上げ前の店とは違うと思うじゃん。全然客層とかも客層も違うし、まだやっぱちょっとプライドが捨てれてないというか、プライドいらないプライドってあるじゃないですか、うん、昔こうだった、うん、コストとか先なんか最先 YouTube もそうですけど、うん、やりに乗れないやつはどんどん置いてかれる時代になってるのに、うん、まだちょっとなんか固いというか、うん、僕が20年で、うん、40代の姫、うん、初回で来てくれた時とかに、うん、なんかやっぱ昔っぽいなんか、うん、よっこいじゃないけどなんかその可愛いねとか、うん、絶対そんなの求めてないっていうのも、うん、薄々分かってはいるけどなんかそれしかできない、うん、さっきノートに書いてあったじゃん可愛いは気をつけろいやいやそうなんですけど、いざこうやっぱ対面で会うと可愛いよ可愛いね。なんちゃなんちゃ。その肌 CG。エイティブかと思った。なっちゃなっちゃ。これケンピさ、これ放送した後にさ言われたらさ、さこれケンピ君テンプレートのやつ。テンプレートのやつ今言ったでしょみたいな。違うテンプレートのまた。違うね。客層のそのあと接客みたいなのは慣れじゃない。普通にやってる経験あんだから。慣れっすかね。ペライさ、可愛いとか言うのやめれば、まあ、初回にそもそもつかないけど、あんま言わないもん、可愛い自体が。本当に思ってんだったら別に言ってもいいと思うけど、絶対嬉しいだろうし、うん、とりあえずの可愛いってなんか、まあ、バレる気がするけど、今撮影だからとかは別に関係なしに、なんか悩んでることないの。悩んでることですか、うん、いやでもやっぱみんなみたいにやっぱ新規撮れないのは結構。新規撮れない。撮れないっすよね、まあ、去年でずっと思ってたんですけど、うん、取れないし、やっぱ俺は心の奥がメンヘラなんで、うん、なんか言われたことにやっぱグサッて刺さっちゃうんですよ、うん、例えばなんか初回に来て、うん、僕がヘルプついてて、うん、僕が初回だったとして、うん、あーみたいな、名前さんだとか正代くんみたいなっていうのを見てるとなんかやる気が失せちゃうんですよ。あ、またローランド紹介みたいな、まあしょうがないんですよ、それはもちろん、うん、しょうがないんですけど、やる気がちょっと失せてる自分がいて、でもやらなきゃって思ってちゃんとやるんですけど、うん、でもそこは別に最初だけじゃなくてみんなはまあ知ってもらってた方が有利ではあるけど、僕は別に接客で取り返すさあれもあると思いがつけば、うん、そうですね。だから結構思考整理はするんですけど、そもそもうちのお店ってさ客が少ないから岡山さまさま入んないじゃん。あんまり入んないっすね。早い時間は入れられるけど後半になるとさ、指名宅で埋まってくるから、うん、初回も断るし、だからもう初回の当てにしてる感じではダメだよ。初回が大事だと思わないな。思わないですか、うん、まあ、確かに初回ついて行ければラッキーぐらい。正直初回の接客とかもう昔からいろいろ言われてるけど、まあ大体長くて15分とか5分からそうですね15分ぐらいじゃん。そこの中でこう自分を売るっていうけど、なんだかんだ一番強いのは顔だと思う初回。まあ会話とかももちろんあるよ、あるけど全体見たら会話とかより見た目とかの方が大事。そっから見た目入ってからの会話が良かったりとか、うん、初回で来る人っていうのは絶対他店にも初回で行ってるから、なかなかこう自分の指名になってもらって初回で来てから時間と労力がかかるっていうか、その子に使う時間、店外でさ使うするじゃん。で他の初回の子にも使うみたいな、うん、繰り返しやってって、果たしてこうどんだけリターンがあるかって考えた時にないことの方が多いと思う。俺ずーっとなんかその今の営業になる前は足使うタイプだったから、一日そう4人とかあってやってたけど、帰ってこないことの方が結構多いし、帰ってきてもそんな続くか続かないかはまちまちだったから。たまにいるよ、はい、初回で来てめっちゃ使う人とかいるけど、初回に来る時点で俺はもう熱くないと思ってる。もうだいぶ喋ってもらったんで
おしゃべりしたの。そろそろ締めますが、はいはい、ピッピ君はこれからどういうホストになっていきたいとか目標とかあるんですか。これからですか。これからは、なるほどね。いやいや待って待って早い早い。まあこれからっていうか、まあ僕も実は YouTube をやってるんですよ。初めてやる最近ね。初めてです。なんかちらほら何個か見たわ。本当ですか。いやなんか割とちゃんと喋ってるなみたいな。おお。アズニャンの会面白かったよ。本当ですか。うん。あめっちゃ好評なんですよ。アズニャンの会。なんかタンパク質の屋台みたいな。あそう。屋台。唐揚げ串みたいな。オッケー。危ない。謎の化学反応。たまたまアズニャン誘ったの。行こうっつって。そうそう。アズニャンとちょっと撮ろうねって。なんか本が好きってずっと二人で喋ってた。共通点ね。そうなんですよ。でなんかそれって。初回じゃ言えないよねみたいになって。確かに本の話はな。だからなんかアピールできたらいいねみたいな、二人でどっちも好きだしみたいな、じゃあ俺 YouTube やるからちょうど、あそれね、最初撮ってもいいみたいなお願いしたら、これよくいいよって言って、はいはいはい、それであの動画ができて、アズニャンの優しさに甘えて、いやいやいや甘えて甘えて嫌だろうけどいやまあでもそんな感じでこう YouTube やってる、うん、はいはい、でやっぱ YouTube から、まあ、見てくれましたみたいなね、指名一人来たら何か僕の中で変わるのかなっていう、うん、固かったプライドとか何か全てを破壊できるんじゃないかなって、あこういう出会いとかこういう、なんていうの、指名もありなんだ。椿の会で言ったけど、なんかその SNS からの集客に最初疑いの目を、うん、いやありましたありました、めっちゃそれもなんか自分の中の変なプライドというか。そうっすね、かもしれないけど。ありました。去年は特に周りがねすごすぎて、もう時代ですよね変わってから変化に対応できていかないと、ずっとガラケー使ってるおじさんみたいになっちゃう。投げ銭とかもそうだけど、俺が思うのは、まあ100分ずってその静観してさ、何もやらないのはいいけど、なんか批判とかし始めるとそれがスタンダードになった時に自分の首絞めるよ。自分がその線とか実際そうだよねみたいな言っちゃってると、それが当たり前になった時に自分がなんかやりにくくなる。確かに。そのやっぱ SNS からの締めがやっぱ見えてなかったっすね、去年は。本当になんか、さっきの初回の話の続きになるけど、その初回で知らない人にアプローチする15分より YouTube とかって長い時間取って特定多数の人にさ、自分の人と隣を見てもらえる可能性があるわけじゃん。そっちの方がやっぱ時間使うんだったら俺は重要かなと思うけど、ただずっと足で稼ぐってことばっか考えてると、ちょっと効率悪いかなと思う。そうですね。俺が最近ずっと思うのはもう2つ両輪だと思うから、 SNS の見せ方とそこから来店した人に対するホスト力、うん、ああどっちがもう噛み合ってあのちゃんと歯車が回ると思ってるから、 SNS だけでも実際来て空っぽだと続かないし、逆にホスト力あっても見せ方が下手だとなかなか拡大していかない。もっとこいつのホスト力だったら売れるのみたいな。ああ確かに、これみたいな。あでも割とホスト力ある方喋れるし、だからそこは。ああ嬉しい。そうそう。で見せ方が下手な人が圧倒的に多いから、もっと掴んでいくと、もっと自分の労力とか時間を今以上に割かないで、もっと結果出せやすいと。見せ方は確かに僕はあのすっごいあの一番下手な自信があるんで、逆に、まあ、いい業界者いっぱいいるからいつでも聞いてほしいし、去年とか見て、ね、もうどうこう言ってられないと思ってから始めたと思うから、改めてそこは目標にしていくんだったらプライドは全部捨ててそうですね、やっぱないとね。僕あのこの動画の前でもいいんですけど、私はあのまずは年間5000万は売りたいですね。5000万だと賞を蹴ると240とか60ちょいなんですよ、毎月。アベレージ260ちょい、総理で言うと400ちょいぐらい、400ちょいぐらいをまあ続けていけば、まあ、5000万ぐらい。急に1億っていうのは僕らで見えてないんで。売上の波すごいもんね。そうなんですよ。売ったと思ったら次のこうだ、そう通用みたいな売上のグラフがこうってタワテラとか言われたんで、社長タワテラ締め見るよ、おいタワテラじゃんいやSNS、今 YouTube が一番力入れてる。入れてますね。じゃあ YouTube 頑張んないとね。アピールする？いやいや、もちろん。いやいや、最後に爪痕残していく。いや、これ、こういうこと言うと、最初の、僕の最初の動画、めっちゃクソみたいな動画があるんですよ。ああいうクソ動画みたいになっちゃうんで、おめえら見てるかみたいな。
かりね、チャンネル登録して、俺の動画が出たら速攻見るようにして。マジで、俺速攻最強の YouTuber になるから。しっかり、見とけよ。じゃあ、待ってるからな、お姫様。キャラにもないふざけた動画になっちゃうんで。意外に真面目ですね。あ、実は、お酒飲まなきゃ別に普通なんです。お酒、あ、飲んでも普通だと思うんですけど。喋れるよ、さすがやっぱ、3、4年やってるだけあるね。そうですか、ちゃんと喋れる。頑張ってください。はい、僕のチャンネル登録お願いします。一気くんチャンネルです。一気くんチャンネル、一気チャンネルかな。一気チャンネル、一気ほんまにピッピッピ。あ、それそれ、うん、あ、なんでまだつけてんの。まあ一応。何ほんまにピッピッピって名前なの。いや、これまあどこで使うかなんですけど、これはもうあの時当初にこのローランドショーで目立ってるメンバーと、うん、ザシックから来たメンバーに勝つにはもうおかしい以外勝てないと思って、うん、あ、名前だから変な名前つけてみたいな。そうです、なんだこいつってみたいな、うん、でつけただけです。理由はあんまなくて。なるほどね。そろそろもう買います。じゃあ一気シュプリーム買うかな。一気過去金髪やめたい。まあそんな感じで今日は、ザ・クラブの一輝くんをお呼びして、差し飲みしました。で、 YouTube チャンネルやってるんでよかったら、はい、面白かったら登録してみてください。はい、はい、してください。ありがとうございます。じゃあこの動画いいねと思ってくれた人はいいねと、いいね、あとコメント。一輝見る？いや、もちろん一輝、はい、メンタルが強いんで、アンチコメント待ってます。アンチコメント、いやいやいや、いや、でも普通のコメント待ってます。、はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。多分次は男性も終わってると思うので、よろしく待っててください。ありがとうございます。じゃあね、バイバイ。